はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、ちょっとパールバティっていう新キャラクターが出たんですけれども、ヘブンズフィール公開に合わせていろいろとあのイベントやっていきますよみたいな感じだったんだけど、ちょっとパールバティがあれ正常ってキャンセルされてる。嘘、俺買ったのに。はい、あれ、更新されてないだけ。2万円払っちゃったんだけど、つら、うっそだって左上19じゃんよ。ということで、パールバティの方を狙って、ちょっとね、金が1枚、金演出が、金の輪っかがフルルルルするまで回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。マジか、うそー。だってさっきさ、もうちょっと頼みますわ。回していきます。なんかね、回す気あんまなかったんだけどね。どうですか、パールバティ強いですか。なんかさ、虹色じゃねえわ、なんかクイックの宝具だったのは見たけど、エウリュアレ。うん、まあでもそっか、なんかもうすぐヘブンズフィールなのかって思うとすごい感慨深いというか、まあヘブンズフィールやったのなんだかんだ最近、あ、夢の後、これあれですよね、あれね、なんだっけ名前ヘブンズフィールのコラボのやつですね。自身の弱体成功率 3% アップ、弱体不正強 5% アップ。で、では本当の意味で回していきたいと思います。ヘブンズフィールね、ヘブンズフィール編か、まあ僕はやっぱりアンリミテッドブレイドワークス編がすごい好きだったんで、ヘブンズフィール編は無っていうまあなんだろう、シロが、これもうネタバレになっちゃうか、やめとくかやめときますわ。まあでもなんかパールバティを見せたら戦友、あ、これ戦友ってあれでしょ、これもあのヘブンズフィールコラボの概念ですね、概念レースですね。まあネタバレはやめとくけど、なんか見てたらね、あの、そう、あ、もう来たんだけど、しかもこれセイバーっていえなるほどね、セイバーが来ていく運いいな。なんか最近マジで運いいね。マグダラで眠れ、それは違うか、マグダラの凱旋時ということです。セイバーが来ましたね。ちょ、もう30連回すわ、あと20連回すわ。もうこれでちょっとパールバティは出てないしね、あと20連回してパールバティの方を狙っていきます。セイバー来ましたね。おお、あ、もう終わり君文字数少ないね。まあそれっぽさあるけど、いやー、そっか、なんかね、ジュアンのハサムが出てきてたんですけど、まあ、あの出会いのストーリーみたいな感じで、出会いのストーリーみたいな感じで、なんかジュアンのハサム見てたんだけど、なんかいろいろ思い出しちゃったわ。なんか懐かしい気持ちになった。あ、そういや、こんなんやったねっていう。おあれマジで俺今日なんか来とる。あ、もう出たわパールバティとセイバーピックアップの方入手いたしました。ふう、俺なんかね、パールバティが出てきたことよりも、あ、全部出たわ、全部出た、全部出ていく。うん、なんかね、パールバティよりもジュアンのハサンを見てたらいろいろ思い出しちゃったジュアンのハサンのいいとこをね、ちょっと思い出しちゃって、まあそのために回しちゃったみたいな感じ、ね、まあ、なかなかということで、まあ、出たんでやめとくか、そろそろな。まあ、両方出ましたよということで、今回の、ガチャは20連で終了いたしました。まあ大当たりのガチャということで、まあ、夢のあと概念レースも全部出て、あのキャラクターの方も全部出たということで、まあ個人的には大満足のガチャでございました。まだなんかこういう風にたぎったらガチャの方回していきたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。それでは皆さん失礼します。またお会いしましょう。バイ。クイック性能、え、これ強くない？女神の神格、対馬力、え、これ強くない？え、これ強くない？
なんかこれめっちゃ強そうなんですけど、すごい強そう。そっか、ランサーか。ランサーはあれ持ってるから、ブリュンヒルデ持ってるから大丈夫かなってこっそり思ってたけど、なんかこれすごい強そうに見えるので、なんかお楽しみって感じで。セイバーも見よう。セイバーもセイバーは、あ、セイバーって攻撃アップとバスターアップとスター獲得でしょこれ。確か直感ってスター獲得だよね。そっかそっか。騎乗クイック性能アップ、これいいの？クラススキルクイック性能アップでクイック1枚しかないけど、彼女、この子大丈夫ですか？エクスカリバー、敵全体に強力な攻撃。なるほどね。まあでもすごい火力高そうですね。そこが楽しみな部分です。じゃあ